吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今電車に乗りましたが、電車の釣り川、この釣り広告でこの芥川賞が発表されておりました。文藝春秋の3月号の文ですが、私はそれよりもこの注目しとしたのはその下にこの三浦博さん、この選挙コンサルタントですが書かれておりました、この政界の激震、ちょっとタイトル正確なタイトルは覚えてませんが、この政界の激震と選挙予測という記事が載っておるようでした。三浦博さんといえば、この非常に昔数十年前にこの一生時代の仲間の中でこの勉強会を作っておったわけでありますが、当時この最も頭のいい人物の一人でした。その後この直接選挙の政治の世界からは身を置いて選挙コンサルタントを外から見るという立場の仕事をずっとされておりまして、かなり有名な業績を挙げられておりますが、そうした一方でこうした選挙予測を重ねるということも続けられているようになります。彼の分析というものに非常に注目をしたいと思っております。この文藝春秋、久しぶりに今月は買わせてもらうことになると思います。今電車降りたところからご案内しました。終わります。